やあ、僕は声壺チャンネルの声壺くん壺よ。移動戦士ガンダム、ターゲットインサイトの続きをする壺。最初にモビルスーツの改造をする壺よ。陸戦型ジムのウェポンを強化する壺。ターンを終了して日付を進めるツボを。陸戦がたじむを確認してみるツボよ。ロケットランチャーが使えるようになったツボよ。陸戦型ジムのディフェンスを強化するツボ。ジム間で H 仕様のウェポンも強化するツボ。ターンを終了して日付を進めるツボを。準備が整ったのでミッションを開始するツボ。敵海軍基地への第一次攻撃により防衛戦力に大きな損害を与えることに成功した。引き続き第二次攻撃を開始する。第二次攻撃の目的は敵基地の奪取である。防衛部隊を殲滅し基地を制圧せよ。なお海上を哨戒中の偵察機より敵増援部隊に関する報告が入っている。作戦行動中に敵の増援が襲来する可能性がある。十分に注意せよ。領域位置を陸戦型ジムに変更するツボよ。ランチャーは難しいので100ミリマシンガンにするツボ。これより我が軍は敵海軍基地に対する攻略作戦を開始する。敵は第一次攻撃によって戦力を消耗している。このチャンスを無駄にするな。防衛部隊を殲滅し基地を制圧せよ。警戒しながら進んでいくツボよ。周辺の敵から倒していくツボ。おいしょい。
トムが出撃してきたので注意つぼよ。ほいほーい。近くに敵がいないので弾薬を補給しておくつぼ。こんなところでどうして？容器の耐久力が限界です。危険な状態です。弾は足りてるか？補給準備 OK だぜ。了解だ。補給を開始するぞ。容器が大破しました。弾薬の補給を完了しました。耐久に補給ポイントに敵部隊接近。迎撃してくれ。海から水陸両用モビルスーツが接近しています。海の方へ近づいてみるつぼよ。機械から撃たれて大ダメージを受けてしまったツボ。やばい、スゴックが強すぎるツボよ。いるのでグレネードで攻撃するツボ。やってやる。行くぞ。ほいほーい。長期戦に備えて弾薬を補給してくるツボよ。弾は足りてるか？補給要請を確認しました。補給を開始します。弾薬の補給を完了しました。残りの敵を倒してくるツボよ。感謝する。
トムとズゴックの同時攻撃はヤバかったツボよ。今回はこの辺りで終了ツボよ。